こんちわーアニメを生きる過程、ミャービユンです皆さん、アニメは好きですか今回も、みーびの大好きなアニメ作品について、時間いっぱい喋っていきますよ。今回のテーマは、じゃが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 じゃんアニメ、空よりも遠い場所冬だからこそ、特に見たくなるこの作品 よりも遠い場所は略してよりもいいひらがなの部分だけで読んでいますえ前回の動画で喋ったノーゲームノーライフのチームによるオリジナルテレビアニメ作品ですこのアニメは2018年のえ冬アニメで放送されて漫画もあります簡単に物語の始まりを話すと 主人公のきまりちゃんが高校生活何かしたいのに何か行動したいのに何を始めればいいのかわからないという状況で一歩を踏み出すことができないまま高校2年生になってしまったんですがあることをきっかけに小藤沢しらせちゃんに出会います。 このしらせちゃんはなんとある理由があって南極を目指している女の子なんです。周りから絶対いけないだろう。お前には無理だっていろいろ言われるんですけど、それでも諦めない。諦めようとしないんです。その姿を見て、きまりちゃんも一緒に南極を目指すようになり、こんな感じで仲間が増えて、えー、友達4人もできて、みんなで南極を目指すことになります。きまりちゃんは少し違うかもしれないんですけど、それぞれ過去につらいことがあって、えー、南極を目指す中で自分の過去と向き合い していく。そして目指した先にあったものこれが今言ったことだけでは表せないぐらいミヤミも涙止まらなくなるぐらいすごく感動する物語なんです南極を目指すという行動自体もしかしたら想像しにくいかもしれないんですが素敵な青春が詰まっているんです実際アニメを見ているとミヤミも南極に行きたくなりました南極のオーロラが見たい自分にはできない青春だからこそ魅力があるんだと思います学生の頃に感じたことのある孤独な経験だったり4人そ それぞれの問題だったりそれをみんなで支え合う姿もすごく感動します。マンクオールなのに本当に綺麗に物語が伝わるし登場人物の表情やいろんな複製見逃せない部分が山ほどあるアニメなのでまだ見たことない方には ぜひ見てほしいですこの作品のタイトルですが元宇宙飛行士の毛利さんが宇宙には数分でたどり着くのに南極にある昭和基地には何日もかかる宇宙よりも遠いですねと話したことがあってそれが由来で空よりも遠い場所というタイトルが生まれたんですねよりもんを見てると本当に強さや勇気をもらえて物語的には女子高生が南極に行くというまあ言えば非現実的なことを彼女たちは 諦めず挑み続けるんですけど周りの人たちはそれでも自分の決めたことを曲げずに自分が見たことのない景色を見るために知るために南極に行きたい一心で100万を貯めてしまうぐらいでで難ししい壁に挑もうとしてるんですその姿を見ていると自分も何かに挑戦したくなる気持ちにきっとなります。そして 空よりも遠い場所をお話しさせていただきましたこれからもミャービの大好きなアニメえお話しするのでよかったらチャンネル登録、通知オン、グッドボタンよろしくお願いしますそれではミャービーンでしたバイバーイ